はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。チャンピオンシップやっていきましょう。恒例です、恒例チャンピオンシップ無補正ファーストラウンド、第1ラウンド、恒例こしあんの S8 でチャンピオンシップ荒らしてみたい、イエーイってことで、また S8 やっていこうと思います。新駒のね、ドルツァもまあ S8 には入るですけど、やはりダメです。完成してないドルツァは枚数的に、まあ春丸と変えてもいいかなとはちょっと思うんですけど、やはり割合こそが正義、またにおいては。まあ割合じゃないね、マニアとかも入ってるんですけど、マンドラとかね、まあ変えるんだったらここかな。でもお相手さんの駒依存ですからね、まあ補正によって変えるって感じの方がいいかなと思うんですけど、まあ現状ね、まあポンと打てばポンと強い、こういうね駒たちを入れたマタン S8 の方が強いと思うんですよ。ほらね、投げますいっぱい投げます、3手投げただけでお相手さんのが HP が半分。 X に来られようが B さんから来られようが、どっちでもいいです。ホーリーされても挟むだけ。2、4、5枚、5、はるまるマックス出るかな、3500出てくれるかな。セクメトきちゃー、行きましょう。投げちゃってごめんなさい。 S4 枚目、3500、いいね。こっから呪いダメージでしょ。まあ3万ある体力だったら900ぐらい入るのかな。 OK、 ナイス、911で、呪いの駒を出さなければ次のターン1822入ることが確定して、で特殊ダメージ1000ダメージ2800、ってことは、どうしよう。まあさあスタッチャー打っとくか、ワンチャン飛ぶ可能性がある。どうだろう、あー飛びましたね。呪いが2枚になってダメージが入って、はい、力 S 駒を投げるだけのゲーム、素晴らしい。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。神タンカー行きましょう。引くんだ、よし、犬2枚まあいいか、よし、まあ春丸引いてるし、よし。ただね、次のターンね、これは犬を出さなくちゃいけないかもしれませんね、こうなった場合。風車から行くのはちょっと弱いんで、成り打ちから行こうかな。まあ成り打ちから行ってもね、普通に B さんから来られて2枚返しつなげられるのは本当に怖いんですけど、まあやるしかないよね。風車に行くんだったら成り行った方がマシですわ。さあ、パフォメッツ、ナイス、チャージしていきましょう。まあ一旦呪いましょうか。乱量呪っちゃっていいんだよ。一番左の駒呪え、 B 駒頑張る、 B 駒はい、呪わない、残念。出してこない、変置きで出してこないっていうことは、まあエンデがアラジン、ここら辺の可能性がちょっと高くなってきましたね。もう一回呪っちゃうか、もう一回、はい、もう一回オーラを呪え、あるね、音声あるね、来い。ダメ。でもね、出があれだったら出してこないはずなんですね。はい、確定。これ絶対、エンデガかアラジン、どっちか確定しました。さあ、でもどうしようかな。これ次のターン、お相手さん HP 半分いっちゃいそうだけど、まあ、バフォメット打つか。似て飛ばししないといけなそうだな、こうなったら。多分ね、僕、プティ引いちゃったし、神ターン、いやー下手したら2手で飛ばされる。やっぱりエンデガでしたね、僕の読みは間違っていなかった。これはまあ僕は2手で飛ばしに行きます。皆さんこっちから行きます。フェイルノートが来たらさようなら、フェイルノートじゃなければまだやれる。イシュタルでもちょっとやばい、ミューズとかだったら全然 OK。 でもね、これ2枚返しのフェリアとかで飛ばされる可能性あるんだよな。ブラダマンテだったら大丈夫。 OK。 セーフ。え、出るよね、3枚いるから2400とマモンの、毒ダメージで飛んでくれー、頼む。よーし、はい、2連勝チャンピオンシップ最高、気持ちいい、ジジイ。はい、対戦よろしくお願いします。いい感じでね、チャンピオンシップ S8 駒投げ、補正僕についてるんじゃないんでしょうか。神が僕に勝てと言っている。まあでも全部できない、ぶっちゃけチャンピオンシップ全部消化できません。はい、
まあね、1位から3位のアンナ・アレスなんでね、狙いに行けないし、いやー、今回は誰が優勝するのかな。あのかっこいいアレス、あれは実用的ですからね。アレスデッキ、まあ最近のね環境でも全然使われてる。なんでアナ・アレスはね、みんな取りに行きたいんじゃないかなと思うところがあるんですけど、まあまあね、2万以内でしたっけ、わかんないですけど、まあ3箇所みたいなんでね、ラサスはもらえるんで、まあ、あのラサスは使っていこうかなとは思うんですけど、でもあれ使うんだったらギルガメッシュとかで使うんですけど、まあそんなにギルガメッシュがね、まあ環境にいるかと言われればそんなにいないんですが、さあ僕はマニアを取られた。くー、その罠は何ですか。気になる気になる。サスターして打っていいんですか。いや無理でしょう、こんなところ。一旦呪ってね、発動しろ。マイティマイティ、よーし、ナイスマイティ。うん、これでね、何かお相手さんのね、嫌な駒を、うわー、一番右のオーラ呪ってくれたらでかかったんですけど、まあリアンツィルなんていうのはね、投げたら強い駒が入ってるんで、まあまあ呪いの駒出してきますわな。いやーどうしようかな。バフォメット打つ、いやサスター社から行くかな。次罠駒置かれたら嫌らしい。でもあー、でもマイティ以外に罠駒入ってない可能性もあるか。だったらサスター社右下 X から行った方が良かったかもしれないけどね。ワンチャンあるんですよ、サヤカも入ってるっていうのが。トゥールラ、いえー強すぎんごー。トゥールラ、マンドラ行く。マンドラ、いやでもバホから行った方が飛ばせる確率は高いんで、バホ行きます。何が辛い。2枚返しでな、 C5 に来られるのガチで辛いな。まあ、C5 以外に来てくれるんだったらマンドラでワンチャンすかせる可能性があるんですけど、まあ2009種は偉大なんで。ただトゥールラな、火力も高いかな。わーお、イグナーツですか。そうですか。まあただ耐えれる。よしよしよし、吸収したら5300。まあデバフしとけばバイセ耐えれそうな気はする。バイセとイグラス出してるでしょ。バイセエンデが、いやバイセエンデがでイグラスが入ってる状態ですよね。この2枚も入ってることは少ないと思うんで、まああとはアペトラは使えないから大丈夫。お相手さんからバフォメット飛んできたらもう知らん。それは飛ばされそうだよね。いやギリ耐えるか、デバフで。あ、そんなことないか、よかった。リルファウナで回復されますが、5200でしょ。バハシも引いてくる。で、セックメトでね、呪いながらバホメットで特殊ダメージ与えれば、12% 出るか。オッケー、飛ばせるでしょう。完璧。まあ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 、駒の暴力ってやつですね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。はいはいはい、コンバートですか、コンバート。27。あれコンバートってこんな体力、まあこれぐらいか。まあ村正入ってそうだな。さあオーラは引いておりません。どっちから行く。まあ縦から行こうかな。いや X から行っても、いやセクメトを使うためには、うん、まあ普通に行きますか。でも C 打ちブランジェッタがちょっと怖いんだけど、まあいいか。いやそんなね、 C 打ちブランジェッタを怖がってるようじゃやっていきませんよ。 S はじゃあ攻めましょう。 もう X 来い、 X 来るんだ、コンバート。いや絶対 X に来たいはず、僕はそう思っている。 OKOK、 あシズさんね、懐かしい懐かしい。テンスラの駒ですか。まあね、火球、あこの当時はね、シズさんみたいな駒は少なかった。今なんかもう雷撃、毒ダメージ何でもあり、ね、火力も高いし無条件で発動できるし、シズさんの頃は少なかったんですよ、火球ってね。火球じゃない、火炎ダメージが、コンバートがだいたいね、盤面に駒2枚以上求められたり、あナイス攻め例のローの、そう、あとはなんかまあいろいろ条件があってね、出しづらいコンバートが多かったんですけど、まあ今はね簡単ですよね。竹道&何でしたっけ、忘れたけど、あの雷撃コンバートもあるし、ウォルプタースとかもあるし、で火炎イシュタルとかも出てきちゃったし、おまけにマゴマの、高火力の村正、コンバートはね本当に打ちやすくなった。そういう世の中、インフレですね、インフレ。まあソシャゲなんてそんなもんなんですけど、まあお相手さんはねサスター社取らないといけないでしょう。わーお、その駒も名前忘れたけど、なんだっけ、毒コンバート村正じゃなかったよ。さあ、これは僕はマニアを打ちます。もう絶対マニア打てばね飛ばないから、お相手さん、オーラもないし。いやー気持ちいい。何枚 S5 投げた。あ今のところ4枚か、速攻しちゃったから。まあ、お相手さんもう一枚 S5 出してもいいですよ、僕は全然許す。さあ、その火炎コンバートは全然ダメージが出ません。3700、OK。これはもう僕 B5 までも飛ばせるけど、S5 待ちたい。
いやー打てないか。じゃあ必殺のボコ殴りいっちゃいますか。いけい、ゴブリン。やっぱマタンの餌地が一番完成されてるな。一番駒投げてる感がある。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。終わったのだ。いや、まだ終わってない。ハルマルガル、あーはー、手駒終わってます。ふふふ、梅沢どうしてこんなことをするんですか。暗黒竜なんかと当たりたくなかったのに。あ、さっきまで駒投げしてた天罰が下った。しかも手駒にゴブリンと犬とバハシュって、みんな毒ダメージと呪いじゃないか。入らんて。暗黒にそれは入らんよ。いやー、どうしましょう。まあ大丈夫大丈夫大丈夫。ロンレイとトネルも置かれるなかれ。置かれるんじゃないよ、置くんじゃないよと言ってやりましょう。さあ、捕食してくる。いやー、早めに捕食素晴らしいが、まあ、HP がね全開されたところで行くしかねえ。リアンツィール、リアンツィールからのマニアかなと今のところ思ってます。お願いします、お願い。次のターン、あの、置かないで。激凛リュウリン置かないで。最悪マニアの3000の毒を半分ぐらいは入れさせてほしい。頼むよねえ、頼むよ暗黒さん、許して、お願い。なんで持ってるん。みんな毎回持ってるじゃないか。暗黒竜はそんなに毎回トンネルも引ける呪い、呪いじゃないか、補正がかかってんのかよ。僕には呪いがかかってます。毒の駒しか引けん。あー、829ってなんだこれ。ねえ、映画前より出てないんですけど、そんなに毒をカットするな。暗黒、呪いだけにしとけ。ねえ、呪いだけをカットしなさい。くそー、頼む。特殊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 、犬犬。うん、じゃあ犬打つか。呪いを重ね書きじゃ。よしよしよし。まあ、マニアはねダメージ食らってなければ、コンボはね特殊の方がでかい、で特殊が出るベノムマギアなんで、これはね暗黒に対してねちょっとね、よく聞く。チエリー、まさかそんな駒が入っているとは。捕食され、捕食されないのは良かったけどさ、これはないじゃん。これはもう無理だよ。この X にサスターシュとかセコメと置けなかった時点でもう僕は無理じゃ。どうすんだこれ。ゴブリンってもう2ターンダメージ入らないようなもんでしょう。ただ大相手さんもまだ持ってないのかな。シェンメイ、シェンメイ引かれないゲーミングですか、もしかして。そういうことを願う。マンドラ、おーっと、これはゴブリンにしか打つものがない。ダメです。どんぐらいダメージ入りますか。どう、めっちゃカットされる。なんじゃこのカットは。本当につらい、本当につらい。なんだこのカット。もう本当だったらもうちょっとダメージ入るやろ。入れさせて、ちょんのうだいよ。はい、何引きますか。お、あ、神よありがとう。来た。まだ神は僕を見捨てていなかった。くらえ、アンチヒール。よし、あとは引くだけ。何を引く。サスタだ。お願いします、サスターシャを引いてください。お願いします、サスターシャを僕に引かしてください、上様。さあ、どうくるどうくるどうくるね。それ、ああ、それアタッカーじゃんか。どうしよう。4200でしょ。これマンドラ打つこと確定かな。こっちに当てて、あ、ち、あー違う、ミスター、焦り散らかした。違う、こっちじゃない。A4 だ。 A4 の方が絶対良かった。 A4 打ってたらさ、多分マンドラのコンボかハルマルのコンボできてたでしょ。でしかもロンレイをトップで引いていくでしょ。いや、いっちゃミスったわここ。あー、くそ。皆さんはこういうことがないように気をつけましょう。まあ行くしかないんだよな。飛ばせー、頑張れサスターシャー。ダメー、毒も入らん。ダメー、いや絶対だ、絶対世界変わってたわ。 A4、 ここサスターシャ打ったところにマンドラガラを打つべきだったんだよ。でもそれはね飛ばされるね。いやー、きつ、暗黒のカットきついって、畜生。まあ、どんまい、ジジイ。はーい、対戦よろしくお願いします。ということでプレミアね、まあ、しょうがないんですよ。人間誰しもプレミっていうのは起こす。
やっぱり仕事でもねミスはするでしょう。ゲームでもミスはするんです。完璧な超人なんていうのはいません。羽生結弦さんとかそういう名人みたいな人だけです、完璧超人。あとは大谷翔平さんとか、いやでも大谷さんだって絶対ねエラーはする可能性だってあるんでね、そういうことをそういうミスを考えたら、まあ凡人の僕なんかっていうのはね、まあ、ミスするんですよ、よくよくよくね。ね、仕打ちはやめい、仕打ちウィブサニアやめい、ダメだー、なんか引けなんか引けなんか引け、バフォベッツ、いやどうしよう、ね、打ちたくないんですけど春丸打ちますか、ちょっと弱いね、ここに春丸打つのは 8% でしょ、まあ2400出してくれたからいいけどさ、もう絶対大市さんね右左上、あ右上 X とか E4 とか来る、いや2枚返ししてくるか、まあそう来るよね、合流しだよね、いやーこれコンボ繋がれまくったらさダメだからさ、どうにかしなくちゃいけないんだけどさ、マンドラが打てないよねってなったら、バホメット打ちますか、4500貯めたかったな、4500で打ちたかった正直、ただこれは許容できない、ここのバフォメット、あ違うわ、ホワイトアルカードは、さあ1枚返しのアルカード、これはね僕も左下 X 行くか、よしナイスサスター車、どっちから打つ、マンドラゴラの方が良かったかな、いやでもここにコンボ強いコンボも置いときたいし、次マンドラだな、一旦タイのマンドラここでぶちかましてやりますか。さあ大相手さんオーラ引いてくる、イグナーツ頼む、エスゴマ引いて、エスゴマ何か来い何か来い、あー犬ー、マンドラ打ちます、はいはいはい、マンドラ打って吸収して、残り4800飛ばせる、これ大相手さんどこに打っても一応僕コンボつながるでしょ、何か引け頼む、何か引けお願いします、エスゴマ、バイセ飛びません、ちゃんとねマンドラでデバフしてあるんで、オーケー、よーく耐えた、よーく耐えた、はい、あーゴブリン溜まってないって、嘘どうしよう、いやアルネで行くしかない、あーでも、あーでも春丸コンボ弱えー、やらかしたー、終わった負けた、いやバフォメットがもう一旦早く来ていれば、あとはエスゴマがもう1枚来ていれば、でもエスゴマ4枚引いてたからな、これはまあしょうがない、あの S8 でよくある事故ですから、こんなもんは切り替えていきましょう、次です、次ジジイ、はーい対戦よろしくお願いします、んシアン許さん、シアンは許さん、このマタン S8 がさばいてやろう、やめてよ、罠ゴマダメよ、罠ゴマダメだからね、ワンチャンねシアンからね罠ゴマ打たれるのが一番嫌なんですよ、マイティとか入ってるから、入ってないことシアン火炎だ、シアン火炎許されません、もう本当にシアン火炎はねもう嫌われてる、本当ヘイトが溜まってる、作っちゃいけない、生まれてきちゃいけなかったんだ、あんたっていうコマは、あんたっていうデッキタイプは、だから僕が滅ぼす、この S8 で、まあ、引けなきゃ意味ないんですけどね、引け、はい引け、 S 引、いや S だけど春丸かい、まあちょっと弱いんですけどゴブリン打ちますか、ゴブリンのボコ殴り、まあこれで次のターンお相手さんがまあシアンを取ってくるでしょう多分ね、で駒が3枚になります、3枚になったら春丸ですよ、12% ぶつけてやりましょう、毒ダメージ、毒で攻めていく、毒で攻めていけば大相手さんの罠駒なんていうのはね、はい来たバホメット、チャージチャージチャージレボリューションしてやりましょう、いきまーす、マリスぶちかましてやろうぜってことでね、まあ、あとはシアン火炎なんでこっから燃やしてくるんでしょうけど、まあこの進行しとけばそんなに強く燃やされないと思うんですよ、あとは回復の駒が入ってるか入ってないかだな、回復の駒をね根格に置かれて、でロック、ロック、そこでまさかの、おー強い、おー強い、しかもバーシュが出ていく、やってんねこれ、まあダメージバス踏むしかないでしょ、しょうがないよ、子供ね、いやあれか、自分の周囲の駒のマスにダメージ、でもここに出なくていいだろピンポイントに2枚、ね2個出るからって言っても D6 来なくていいだろう、くそー E6 とか F4 に出といてくれよ、
うん、まあそれはしょうがない。でもね、あのルキアコンボないんで、お相手さんここでコンボないのは痛いんじゃないんですか。まあ最悪ね、左上 X に来るかと思ったけど、 OKOKOK 全然いい全然いい。こんなもんセックメトでいいでしょう。ワンチャンセックメトの後にバフォメットで飛ばされる、飛ばせるっていうことはないかな。どうかな、なんかいけそうな気しません。だって残りお相手さん800で8000でしょ。でしかも1枚呪われてダメージが入ります。ここでお相手さんが回復プラス呪いの駒を出さなければいける。てか回復の駒ってあんのか。精鋭か、精鋭組んだ。あーベルトリンクだったら全然いい。3枚返しの、しかも呪いの駒出してない。ってことは2呪いの1000ダメージ入る。しかもバハシを引いて、しかもバハシのコンボが使える。ロックをしてバハシを出したのがいけませんでしたね。僕の手駒にはバフォメットもあるんですよ。くらえバハシの吸収300弱は。はい、でもやっぱシアンカエンは速攻には弱いんじゃないんでしょうかね。ジジー。